コップ29が今週から始まりました温暖化対策の遅れは深刻でトルコの湖にはフラミンゴの大量の死骸が何が起きているのでしょうかトルコのイスタンブールから車で6時間こちらあたり一面真っ白雪景色のように見えるんですが、えー、下をご覧くださいこれすべて塩なんです トルコで第二の大きさを誇る湖、トゥズコ観光地としても有名ですどこもかしこも、塩で不思議砂漠みたいで、なんとなく怖い多くの塩分を含む湖で、塩の生産も行われていますここで作られた塩は、トルコで生産される塩のおよそ6割を占めています 今あそこでやっていますが地表に出てきた塩をトラックに積んでる作業を行っています塩を取るためには地下にある塩が水を介して地上に上がってくる必要がありますしかし湖の水は25年前と比べて10%ほどにまで激減し業者も対応を求められていました この地域は干ばつがひどく雨が少ないそのため地下水を利用しています水が足りず塩を取るために地下水を汲み上げて人工的に湖を作り上げているといいますまた湖から水が消えた原因は干ばつだけではありません 地球温暖化で水が不足し農家には違法に井戸を掘っている人がいます地下水の奪い合いになっているんですトゥコがある今夜地方は国葬地帯で麦などを育てるには大量の水が必要です干ばつに加えて違法な井戸から大量の地下水を汲み上げ続けた結果トルコでは240の湖のうち およそ8割が消滅しましたフラミンゴの繁殖地としても知られるトゥズコ、3年前、湖の水が干上がったため生まれたばかりのヒナなどおよそ5000羽が餓死しましたこうした事態を避けようと専門家は 水が少ない環境で育っている植物の遺伝子を分析その遺伝子を移植し水が少なくても育つ麦などを新たに生み出そうとしています水が全くないのは無理ですができるだけ水を使わない農業を発展させるべきです今、地球規模の温暖化対策が求められています